はい、今日はですね、ご覧の通りひどい雨なんですけど、これから、仙台まで、新幹線で行ってですね、バイク VTR に乗って帰ってこようと思います。はい、ちょっと早く寝たんでクリスピークリームを食べます。朝ごはんです。大好き。さっき視聴者の人に話しかけられましたね。すげえな、これ全国区だ。嬉しいな。来た。田舎門みたいになってる。新幹線のホームに向かいます。これかな、これだ。最近の新幹線って白くねえんだ、緑色なんだ。初めて知ったぜ。はやぶさに乗ります。はやぶさですね。ブサです。これが320キロの世界だ。なんで速いんだ、はやぶさ。すげえはやぶさ、速い。ブサだぜ。いや、新幹線速い、すげえ速い。もう白川通過ですよ。朝8時半ぐらいに出たんですけどね、今11時45分。いや、楽だしね、速いし、時速いいっすね。いや、福島、昔は福島でね、あのみなんかカツ丼食いました。ミルフィーユカツっていうの分かんない、分厚いやつで、ね、懐かしい。またカツ丼食いてな。着きました。早いな。早いっす。はい、仙台に来たのでお寿司を食べながら、はい、お客さんとお寿司をいただいております。よろしくちょっとだけ耳だけちょっと見てください。ありがとうございます。はい、大トロです。食べます。魚卵大丈夫ですか？大丈夫。あのここの多分ここだと思うんですけど、うまい。はい、無事に買い取らせていただきました。 VTR でございます。今仙台ですけども、これから東北道突っ走って帰ろうと思います。雨なんでね、あまりいい映像撮れないかもしれないんですけども、行きます。視界は良好なんですけど、寒いですだいぶ。なので速攻ピットインで、今から着替えます。ちょっと服を足します。足してまた走る。絵的に汚くて申し訳ないんですけども、突然猛烈な腹痛に襲われてます。多分体が冷えたんだろうな。持ってる服を全部着ます。それで、ちょっとここのサービスエリアにはトイレしかないんで、この先で北海道を買って装備して帰ろうと思います。はい、よし、回復したから行くぞ。でも雨は全然止まない。よく降るな。いやー眠い。あの雨の走行は予想以上に体力を消耗しますね。まだ100キロ行ってないんですけども、結構疲れます。なのでちょっとコーヒーを飲んでですね、少し備えようかな。今福島のですね、福島松川というところにいます。猪苗代湖が近くにあるようですね。前ってだいぶ昔ですね、猪苗代湖行きましたけども、非常に水が冷たかったな、夏なのに気持ちよかった思い出がありますね。また行きたいですね。なんかすごい、そう、裸足かなんか狭い洞窟があるんですよね。あっちの方だったと思うんですけど、楽しかったな。私の他にはバイク自然もいないです。この駐輪場の屋根が非常にありがたい。ありがたい。もう脱げない。ここで、ちょっとコーヒーを一杯飲んで、行こうと思います。もうそろそろ夕暮れ、あの夜になります。夜になったら寒い、てかすでに寒い。大変です。大変だけども、これもまた帰ったらいい思い出になるんだな。
VTR と語り合う旅です。はい、今朝霞というところにやっと来ましたね。雨がすごいです。まるで川を遡っているかのような印象ですね。このクリスプクリフバーを食べて頑張ろうと思いますけど、タイチのドライマスター X なんですけど、胸ポケットの防水ファスナーのところに携帯を入れてたらびっちょびちょです。危うく携帯水没するところだった。これね、これここの中に入れると物が濡れます。絶対に携帯とか濡れちゃうまずいものは入れないでください。てか濡らしていいものなんかないんだけど、これで濡れるって最悪だよな。濡れます。さて出発か。てかこの場所蚊がすごい、座ってられません。はい、那須高原、那須ですね。ここから、渋滞が10キロで70分って出てます。どうなるんでしょうね。あいにく、まだ雨は降り続いてます。多少小降りになったかな。雨よりもですねちょっと寒いんですよ。多分気温15度ぐらいしかないんじゃない、もうちょっと低いのかもしれない。さっき夕方ぐらいで16度ってなってたんで、それから2時間経って日が暮れたのでおそらくもっと低いとは思われますけども、那須は高地なんで寒い。いや、微妙に息が白いです。まだ200キロぐらいかな走りますけど、グローブが結構しみるしますね。タイチのグローブなんですけど、普通に手がふやけている。寒い、冷たいんだよね。新品なんだけど、まあ雨の中高速道路を200キロ走ったらこうなるかっていう気はするんですけども、もうちょっと頑張ってほしいな。はい、燃料切れのランプがつきました。オレンジのランプですね。まああんま見えないですけどこれ、はい、約ですね250キロで、ランプが点灯しました。でそこから30キロ走って給油所に今たどり着きましたけども、ガス欠しそうな気配がなかったですね。はい、というわけでガソリンを入れようと思います。はい、圏央道入りました。今白岡ですね。はい、もうちょっとで着きます。いやさすがに雨の中走るのは体力勝負で疲れますね。はい、もう手が結構プルプルしてますね。もう冷たい寒いっていうのもあるんですけども、やっぱ乗ってると分かんないんですけどね、必死だから分かんないんですけど、バイクが勝手に走ってくれてるんで降りた瞬間にフラッときますよね。危ない。その瞬間ちょっとね、せっかくのこのピカピカのバイクをこかしそうになっちゃった。慌てて座り込みましたけども、いやでも寒いから飲み物飲むとおしっこ行きたくなるんだよな。もうちょっと我慢して、行こうかな。タイマー戻りました。タイマーで。今日は仙台から、3時半に出て7時間ですね。370キロ走ってきましたけど、今回も奇跡的にですね、一度も雨が止まなかった。はい、一度も雨が止まなかったです。でした。じゃあマイクもらおうかな。はい。はい。ですね、雨の中の走行について、今回はですね、仙台からですね、雨の中走ってきましたけども、雨の中走ってると思った以上にやっぱ体力を消耗しますね。特にそのフラフラしてくるとか、平衡感覚なくなるとかですね、やっぱこう
悪い視界の中でこう走ってますんで、やっぱりその目から入ってくる情報というのは歪んでるからだと思うんですけども、どんどんこう目に見えない体力みたいなのがですね、まあ体力はもともと目に見えないか、体力ではない体力みたいなのが減っていくような印象がありましたね。はい、まあその中でも頑張ってこいつは走ってくれたんですけども、で冒頭からですね、皆さんこのメガネ、今日は変なメガネしてるなと思ってると思うんですけども、これで実を言うとこれ何かっていうと、悪天候時や夜間よく見えるカラー処理を施したメガネなんですよ。はい、これグラスアーガスさんで作ってもらったんですけども、これこうかけるとですね、何が起きるかっていうと、まあ僕の場合は、まあ、度が入ってるんで当たり前ですけども、景色がですね、こうなぜかこう黄色い色がこのついてると、暗いところでとかですね、悪天候時によく見えるようになります。はい、でまあこれの紹介はまた今度やりますけども、これすごく良かったです。メガネかけてない人でもですね、サングラス代わりにですね、度ないやつ作ってもいいんじゃないかなと思いましたね。はい、そのわけで無事に帰ってまいりました。はい、こちらの車両ですね、後日また参考動画を撮りますので、ウホ買い取りさせていただきましたけども、買い取らせていただいた M さん、はい、どうもありがとうございました。はい、責任持ってですね、次の嫁を探しますので、はい、引き続きですね、うちの動画はご覧いただければ嬉しいです。はい、というわけで、今回も大成功、うまく帰ってまいりました。はい、どうもありがとうございました。今帰ろう。なんだそんな超久しぶりみたいな。ハロどこ行くの？久しぶりだねハロ。久しぶりだねハロ。久しぶりだね。17時間ぶりだね。パパも会いたかったよ。17時間も離れるなんて辛くてしょうがない。ハロー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 、愛してるよ。ハロー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 。おい、ダメダメダメ、セーフセーフセーフ、飛びつく禁止、飛びつき禁止で。